パラシオでフェスティバレス会場の一つさん、マルティンエリーネスの教会サンタンデール音楽祭は、スペインのサンタンデールで毎年8月に開催されるクラシック音楽の音楽祭。音楽祭の期間中に2から3のオペラ公演が行われるほか、バレエや演劇の公演、歌曲のリサイタル、合唱、還元楽、室内楽のコンサートも行われる。メイン会場はパラシオで、 フェスティバレスであるが、50の教会や修道院、2つの公園、さらに周辺のカンタブリア州の街も会場となる。そもそも1948年に留学生への文化的なエンターテイメントを提供する目的のプログラムとして始まった。1952年に本格的な音楽祭となったが、当初の会場はボルティカーダ広場に設営されたテントで、 これは1990年のノルウェー、室内還元楽団とムスティスラフ・ロストロポービチのコンサートまで続いた。1991年にパラシオでフェスティバレスが完成し、コケラオ都市は、キングスコンソートによるゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルのオラトリオ、ヨシュアであった。パラシオでフェスティバレスはサンタンデール湾に面し、大ホールのサラアルヘンタは1670席あり、 澄んだ自然な音響で有名である。公演の多くは、スペイン放送によって放送される。これまで音楽祭に参加した指揮者には、ズービン・メータ、ゲオルク・ショルティ、リッカルド・ムーティ、演奏家では、アルトゥール・ルービンシュタイン、アリシア・デラ・ローチャ、ダニエル・バレンボイム、歌手では、モンセラート・カバリエ、テレサ・ベルガンサ、ミレッダ・フレーニ、ホセカ・レーラスなどがいる。 またプラシドドミンゴは1992年のオテロでマリーンスキーオペラと初共演した。ありがとうございます。